今回訪ねるのは高松港よりフェリーで20分、南北に細長い形をした女木島です。鬼ヶ島と呼ばれている女木島には洞窟があって、そこには鬼が住んでたっていう伝説があります。本船はただいま鬼ヶ島、女木島に到着いたしました。するのは女木島のビーチアパートです。すごくいいロケーションですね。海沿いに立ったビーチアパート、デッキの風が気持ちよさそうですね。お邪魔します。どんなお客さんが多いんですか？一人旅の人も来るし、外国人も最近多くなってきて、こっちが一番広い部屋です。ああ広いですね。ここ本当眺めがいいですね。ちょうどじゃあ朝日が向こうにから登ってくるのがここから見えるんですよね。朝最高ですね。あとまあ一泊しないと見れないようなその夕日だったとか朝日とか、はいはい、確かに泊まらないと見れない景色ってありますよね。そうですね、やっぱり一泊しないとそのもうちょっと深い良さが分からないというか。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。